はい、今回は今まで楽天モバイルだったりワイマックス、ここ最近はねこの2個を紹介していました。格安 SIM ね、まあワイマックスに関してはね格安 SIM っていうのはちょっとまあ違う部類ではあるんだけどっていうのを紹介していたんですけど、今回さらに追加でもう1個 SIM のねこう実験っていうかレビューっていうかっていうのをねやっていこうと思います。何の SIM かっていうと、まあ今ね画面の方表示されているんですけど、UQ ですね。UQ モバイル。これのね、実際に使ってみての感想だったり雑談っていうのをね、今回から UQ モバイル雑談やっていこうと思います。新シリーズですね。新章、スタートです。っていうのもね、まあそもそも以前から自分の動画見ていただいている方だったら知ってる方もいると思うんですけれど、以前この UQ モバイル、この SIM っていうのはうちの父ですね、おとんのために、うちのね、父が、スマホを持ちたいと。ただ、やっぱ高いよね、スマホ。なんで、まあ、ルルカがね、こういうこといろいろやってるの知ってるんで、まあ、持ちたいっていう話をされたんだけど、まあ、もったいないと。ドコモだったり、au だったり、ソフトバンクのやつを、まともに契約するのもったいない。まあ、だったらね、ルルカの持っている、スマホを使って、まあまあ、格安SIMね、使えば安く済むしっていうことで自分が設定してあげるからってことで UQ モバイル持ったんですけれど、あげたねスマホっていうのが壊れてしまって、それがね au だったんだよね。で UQ モバイルなんで au のまあなんていうの子会社っていうか、まあ、子会社でいいのかな、 UQ まあ au のちょい下のブランド、まあソフトバンクでいう Y モバイルみたいなね形になると思うんで、 au のね電波が使うことができる UQ モバイルだったんですけれど、自分がね持ってるスマホ、まあ、壊れてしまったんで新しいのあげるにしても、もう au のスマホ持ってなかったんですよ。au の SIM で使えるスマホっていうものがなかったので、まあだったらってことで、うちの親にはねドコモをあげてしまいました。ドコモが使える SIM、 ドコモが使えるスマホをあげました。でその際に SIM を交換して DMM モバイルの SIM を上げて、契約、自分がね契約して DMM の SIM を上げて UQ モバイルを回収してきました。親とかね、その普通に携帯電話ガラケーは持ってるので、別途ね LINE モバイル、LINE の ID ですね、うちの実家っていうのはもう何年になるか分かんないんだけどね、なぜかうちの父母姉全員ともねルルカはやってないんだけど LINE つむつむ大好きっていう感じで、まあ、LINE の、ね、ID だけは大事ってことで、それだけなんとかしてほしいって話だったんだけど、なんとかねそれは移行できるんで、もちろん移行して、まあ、あとは電話番号とかは関係ないんでね、てかむしろデータ SIM、 一応 SMS はついてるやつなんだけどデータ SIM なんで、まあ、そのままね交換してあげて、渡してしまって、でルルカのところにね UQ モバイルの SIM が返ってきている状態でもう2ヶ月か3ヶ月経っています。ただ UQ モバイル、まあ、これもね今後やっていきたいんだけど、解約がすごいめんどくさいです。はい、他の格安 SIM のモバイル、契約であれば簡単に解約することができます。かなり簡単に。ただ UQ の場合はなんかね、多分お店に行くか、お店もないんだよね、ほとんどルルカの周りにはないんだけど、お店に行って解約するか、もしくはなんかデータをダウンロードしてコピーして、そこになんか契約、なんか解約しますよみたいな紙を全部書いて、でそれで送り返して解約の手続きをするみたいな、もうめちゃくちゃめんどくさい。まあそれがね、もともと契約する際に必要なことだったことを多分説明されてるのかわかんないけどね、まあされてるんだろうから仕方ないことなんだけど、まあ相当ね解約させたくないんだろうね多分、っていうのが見えるような内容で、なんとなくめんどくさくてね放置してました。なんだけどもったいないってことで、今回ねこういう感じの UQ モバイル雑談やっていこうと思います。過去にね UQ モバイルの速度とかどうなのっていうのを知りたいって方もいて、まあ、確かにねイメージの問題ではあるんだけど、自分が今ね使っている楽天モバイルだったりとか、うちの親に渡した DMM モバイルの SIM だったり、うちのおかんに渡した LINE モバイルの SIM とかのように格安 SIM って呼ばれるものね、完全にとは違って、 UQ モバイルはあくまで、まあ、au のちょっと下の部分みたいな、なんて言うんだろうね、子会社なんだろうけど、なんか au よりはちょっと下の受け皿みたいなね、ちょっと au が格安 SIM をやるのは嫌だけど、まあ、ちょっと安いプラン出すんだったらいいよみたいな感じのやつですよねっていう状況なんで、まあ、本当に格安 SIM、 本番の格安 SIM ですね、本当に安いやつに行くのは怖いけれど、だけど、まあ、その UQ ってやつだったら、まあ、どうなのかなっていう考えの方も
三大キャリアと格安 SIM の間みたいな立ち位置かなっていうので考える方もいるようで、まあ、どんなのかね気になるよみたいな、ルルカがねこの UQ モバイル持ってるよって話したんで気になるなみたいな話いただいたことがあったので、じゃあ今回はねその UQ モバイル、その格安 SIM と本物の格安 SIM なんかさっきからね例えがおかしくなってきてるけど、本物の格安 SIM と三大キャリアの間にね位置するようなものの UQ モバイルのデータね、どんな感じで使えるのか試していこうかなとこれから思っています。でね、ルルカが使っているプランになるんですけれど、こちらになります。これです。データ高速プラン980円ですね。これを使っています。これで SMS 付きですかね、確かで1070円とかそんくらいで持てるやつだね。うん、っていうのに契約しています。 SMS が付いてるんでね、LINE とかそういうのにも登録できるし、うん、問題なく使えるんで、自分的には3ギガで980円。本当のね、安い格安 SIM に比べたら、まあ微妙にっていう部分はあるんだけど、それでも十分安いと思います。まあ値段的にはね、そんな感じです。のプランを使っていて、まあもちろんね、ここ2ヶ月ぐらいね、0GB ですね、利用しているのが。っていう状況になってます。で、今回、何に SIM を挿して使うかって話になるんですけれど、残念ながら契約していたのが、マイクロシムって呼ばれるもので、今ね、主流になっているナノシムより大きいものになります。例えて言うなら、ほぼ全ての端末がそうなんだけど、YMAX の端末、ここ最近ね、新しく、つい最近出た YMAX に関しては、ついにね、ナノシム対応が出てきてるみたいなんだけど、それ前、その前まではね、ずっと頑なにマイクロシムでした。っていう感じで、マイクロシムを契約していたので、自分もね、YMAX の端末持ってるので、YMAX の W04 に入れて使ってみようと思います。この YMAX の W04 っていうのは、でかく書いてあるかな?まあ、どっかにでかく書いてるかはわかんないけど、これって SIM フリーになります、この端末。SIM フリー。なので、YMAX 使えるのはもちろんなんですけれど、普通に SIM フリーとして au の SIM も使うことができます。はい、なので、設定しました。そのね、設定した動画に関しても過去に上げてるんですけれど、もうね、設定さえしちゃえば、あとはこの、プロファイルってあるんで、プロファイル、設定のプロファイルから、このインターネットっていうのが YMAX です。で、UQ ね、自分で設定したんで UQ にも交換してあります。なので今、UQ の電波が出ているところになります。で、この状態で、これですね、iPhone 7、他のね、端末のレビューでもよく使ってる iPhone 7に、今もう飛ばしてるんだけどね。うん。Wi-Fi 飛ばして、これを拾うことによって使っていきます。なんで、まあ直接ね、刺すよりは、ちょっと、うん、回線のね、速度とか安定度落ちてしまうんだけど、まあまあまあ、とりあえずってことで。この状況で測った数字よりも、実際に SIM 刺してね、使う数字が悪くなることはないので、まあいいんじゃないかなって感じで、うん、やっていこうと思います。ではでは、とりあえずね、今回はこういう感じで、大まかなね、流れ説明させていただきました。これからね、UQ モバイルをやる流れっていうもの。なので、まあ本日はね、1回目ってことでね、簡単に速度、速度を測るの1回だけやっていこうかな。1回とか3回ぐらいね、平均値。今の時刻がね、この時間だね。夕方の4時。どうでしょうね。まあそんな混んでる時間じゃない時間になると思うんだけど、この時間にね、1回速度を測っていこうと思います。じゃあいつもね、おなじみ、ルルカのおなじみのドコモスピードテストやっていこうと思います。はい。ではでは1回目いこうと思います。まあもちろんね、何も、普段はね、低速回線とかにしてるんだけど、低速回線等々も一切やってない状況です。え?早っ !106? の、106の、43。ちょっと待って、ちゃんと、格安SIMになってるよね。ちょっと待ってくださいね。うちの Wi-Fi 拾ってる可能性もあるんで、あ、違いますね。あ、ちょっと表示ができないんだけど。うん、ちょっと見せれないんだけど、ちゃんとね、W04 って書いてあるんで、ちゃんと W04 なんですけど、うわ、やっぱ格安SIMとはさ、次元が違うね。うん。格安 SIM でここまでは出ないね、基本的に。1回目、106メガの43。めちゃくちゃ出てるね。じゃあもう1回。いや、やっぱさすが間だね。三大キャリアと、
かけ足部の間。なんか使い方違ってる気がするけどね。うん、間です。さすがですね。104。やっぱ出てるの100以上出てるんだね。まあ時間帯がね、混んでいないっていうのがもちろん大前提であるんで、もちろん混んでる時間帯になってくるとね、変わってくるとは思うんだけど、多分混んでない時間でも、ここまでの速さはね、その他の駆け足シムではなかなか見れないのかも、見れないかなと思う。自分が使ってる中で、数十メガっていうのが出て、お、駆け足シム結構出てるなっていう、うん、イメージはあるんだけど、100メガ出たっていうのはないんで、この YMAX とかだったらね、出たりするんだけど、っていう感じです。まあ、とりあえず今回ね、一発目なんだけど、うん、UQ モバイル早そうだぞ。しかもね、これ直接差し込んでないんで、実際差し込んだらもっと早いし、一応ね、これで、注意点なんだけど、本当かどうかはわかんない。自分が試してないんで、人のあくまで意見なんだけど、YMAX の端末、SIM フリーなんだけど、これで普通の他の LTE の SIM 挿して使うと、速度が出ない可能性があるみたいなことをお聞きしました。自分の動画見てる方が書いてくれたのかな、確か。いただいたんで、まあ自分はね、実際試していないので何とも言えません。なので、実際はこれでも遅くなってるのかも。ただ自分的には100メガも出てるんで驚いてるんですけど、実際はもっと出るのかもしれないです。うん、っていう感じのね、部分はあるんだけど、とりあえず W04 入れてみて、今回1回目ね、とりあえず、速度測ったところ、100メガ超えっていうね、おー、格安シムだったらありえないようなね、うん、数値出てきました。3GB980円。ちょっとね、本当に安い格安シムに比べたら、ちょっとお値段ありますけど、いや、これがね、平均値で使えるんだったら、やっぱね、格安シムっていうのは安定して使えるかわからないので、うん、契約するの怖いよって、メインスマホに使うのは怖いよっていつも言ってます、ルルカの格安シム。楽天スーパー放題に関しても、言うてもまだね、1年も経ってないサービスだから、本元、自分のメインで使う端末で持つにはちょっと怖いっつって。まあ、実際ね、昼の時間帯とか、高速通信でも速度出てなかったしとか、まあ、その辺もね、別途見ていただきたいんだけど、あって、うん。やばいよって話してたんだけど、まあ、こういう感じでね、ほんと多分 au の端末と変わらないぐらいの速度。実際に出てるんであればこれから何回か検証して。うん。格安シムはちょっと怖くてもって、でも値段安くしたいよって方、UQ モバイルありなのかもしれません。ということで今回まだね、まだ何もわかんない状況で簡単に速度測っただけなんですけれど、この辺で終わろうと思います。今後はいつも通り YouTube やってみたり、ですね。その他のツイッターだったり、インスタグラムだったり、まあ、その他いろいろなやつを実際ね、使ってみて、どういう感じで見れるのか、だったりとか、あとは、今ね、4時とかってあんま仕込んでない時間にやってしまったんで、それこそ6時だったりとか、楽天スーパー放題の遅くなる時間で、あと12時から1時とかね、そういう時間でも実験して、そういう混んでる時間でも、格安シムみたくね、落ちないのか、とか、その辺もね、調べていきたいかなと思っています。はい、今回もよろしければチャンネル登録まだの方、チャンネル登録いただけると嬉しいです。あと、いいね、コメントもぜひぜひください。実際にね、UQ モバイル使ってる方、ここがいいよ、ここが悪いよ、だったりとか、その他にもね、面白い内容、まあ、今回のね、自分のこの話の中で、なんか間違ってる点とかね、結構あったりするんですよ。なんで、ここ間違ってるよっていう指摘とか、何でもいただけると嬉しいので、よろしければコメントもください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。